サウスダコタ、サウスダコタ、アセスサウスダコタ、BB-57 はアメリカ海軍の戦艦。サウスダコタ級のネームシップ。艦名はアメリカ合衆国四十番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目にあたる。艦隊の薬病神という評判があった。サウスダコタは1939年7月5日に、 ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1941年6月7日に、ハーラン・ジェーブ・シュフィールド夫人によって、命名、浸水、1942年3月20日に、初代艦長トーマス・エル・ギャッチ大佐の指揮下収益した。サウス・ダコタは、機関設備のため38口径12.7センチメートル砲の、数が、同系艦より4門少なく装備されている。 フィラデルフィアでの偽装完了後、サウスダコタは6月3日から7月26日まで成長訓練を行った。8月16日にフィラデルフィア海軍交渉を出港、パナマに向かった。8月21日にパナマ運河を通過し、トンガのヌクアルファに9月4日到着した。その2日後、ラハイ水道で海図にない過去遺作に衝突し船体に大きな損傷を受けた。 9月12日に、新珠湾へ向かい補修を受けた。修理が完了すると、サウスダコタは10月12日に出港し、空母エンタープライズ、アセスエンタープライズ、CV-6 を中心とした第16、任務部隊と共に訓練を行った。同部隊は10月16日に、新珠湾で再編され、空母ホーネット、アセスホーネッツ、 CV-8 を中心とした第17任務部隊となり、エスピリットサント島の北東に10月24日集結した。第61任務部隊と合流した第17任務部隊は、トーマスシー・キン景度少将の式でサンタクルーズ諸島の日本の拠点を排除し、ガダルカナル島海域の封鎖を命じられた。プビー、カタリナ飛行艇が10月25日の正午に、 日本の空母機動部隊を発見、第61任務部隊は攻撃のため北西へ向かった。翌朝早朝に日本部隊はアメリカ軍艦隊を発見し、南太平洋海戦の火蓋が切られた。空戦が始まった時、サウスダコタとエンタープライズの部隊は、ホーネット部隊からおよそ 20km の海域にいた。日本の攻撃第1陣はホーネットに集中した。 10時45分、サウスダコタは、エンタープライズのそばで急降下爆撃機に対する対空砲撃を行っていた。およそ1時間後、約40の雷撃機が2隻に攻撃を行う。急降下爆撃機と雷撃機からなる日本の攻撃第3波が12時30分に、襲来し、サウスダコタは一番主砲登場に 250kg 爆弾の直撃を受け、49名が負傷した。 ほとんど損傷がなかったにもかかわらず、動揺した士官が、相ダ系を無断で、第二戦闘指揮所に切り替えたため、数分間送還不能となり、結果サウスダコタは、空母エンタープライズに、とした。この時はエンタープライズが4万トンの戦艦を回避し、第三次を免れた。その夜日本軍の攻撃は終了し、アメリカ艦隊は、ニューカレドニアのヌーメアに退いた。サウスダコタは、 日本機26機を撃墜した。しかしサウスダコタのピートパブリック対空射撃指揮官は、戦艦ワシントンのスコッティ・キャンベル対空射撃指揮官に、個々の撃墜申告を合計しただと二人きりの場所で、打ち明けている。10月30日の4時14分、サウスダコタは、駆逐艦マハン、アセスマハン、DD-364 と衝突。マハンは、船首が曲がり。 構造材が大破した。また、火災は直ちに沈下され、両艦は、ヌーメアに帰還し、サウスダコタは、工作艦、ベスタル、アセスベストル AR、AR-4 から補修を受けた。11月11日に、サウスダコタは、第16任務部隊の一部として、ヌーメアから、ガダルカナル島へと配置変更された。11月13日に、サウスダコタは、ウィリスエリー少将を率いる。 第64任務部隊に合流した。部隊は、戦艦ワシントン、アセスワシントン、BB-56、駆逐艦プレストン、アセスプレストン、DD-379、ウォーク、アセスウォーク、DD-418、ベンハム、アセスベネム、DD-397、グイン、アセスクイン、DD-433 から構成されていた。 翌晩の二十三時三十分に、部隊は、ガダルカナル島から南西九十キロメートルの水域で、サボ島沖を零時三十分から二時三十分の間に通過するという日本艦隊を待ち受けた、第三次ソロモン海戦。この艦隊は、近藤信武大将率いる戦艦霧島、従順洋艦高を、あたごと萌えの駆逐艦からなる艦隊であった。近藤帝督の部隊は、 軽巡洋艦長領と6隻の駆逐艦グループ、軽巡洋艦川内と3隻の駆逐艦グループ、残りの艦艇と3つに分割された。7日月に照らされた海面は良好な視界の中、サウスダコタの環境からおよそ18,100ヤード、1 6 6トルの距離に3隻が死認された。ワシントンが戦艦か巡洋艦と思われる、戦導艦、軽巡洋艦、川内に対して、 砲撃を開始し、1分後に、サウスダコタも手法により、駆逐艦式並みを砲撃した。両艦の射撃は目標に命中し、サウスダコタは、一方の目標にレーダースクリーンから交点が消滅するまで砲撃を続行したが、実際には、買わないと、式並みは無傷で退避していた。副砲は、サボ島に接近する8隻の日本の駆逐艦に対する砲撃を行った。 短い波があり、レーダーは4隻の敵艦を示した後、日本艦は5800ヤード 5.3km の距離で右舷方向から接近した。駆逐艦同士の戦いが始まり、米軍駆逐艦部隊はグウィンを残して戦闘不能。日本側は綾波が沈没した。またサウスダコタは複方で綾波に致名画を与えたが、逆に、 綾波と裏波の砲撃による被弾で全電源が遮断される。直後、日本艦艇によるサーチライトの照射はサウスダコタの艦影を照らし出した。23時12分、軽巡洋艦長領を率いる駆逐艦隊と交戦したサウスダコタでは艦載機が炎上したが、これは手法の爆風で消し止められた。23時40分、ワシントンは、 戦艦霧島の艦営を捉えたが、法術長は通信不能となったサウスダコタであることを考慮して発砲を許可しなかった。日付が変わった15日午前0時、サウスダコタは霧島、あたご、高尾から砲来撃を受けたが主砲で反撃し、巡洋艦一隻の撃沈を主張した。5人戦艦と引き換えに、 サウスダコタは36センチメートル砲と20センチメートル砲弾42発を、被弾。アメリカ軍の調査によると昇降系弾も含めて、命中数は27発で、霧島の14インチ砲弾は5発命中したが、鉄鋼弾は1発のみでり他の4発は3式弾や、0式通常弾だった。唯一命中した14インチ鉄鋼弾は3番手砲火の、 居住区を貫通して三番手法のバーベットに衝突して炸裂し、バーベットの走行を割っていた。また三番手法の右方に深刻な損傷を与えて、使用不能に至らせた。破片は甲板を吹き上げたり、後方の厨房等を破壊した。しかしほとんどの砲弾は甲板上中央の環状構造物に命中し、炸裂せずに貫通した砲弾も多く、 艦上構造物の士官居住区や射撃装置は破壊されたが、船体に命中したのは3番砲塔ガンバレル以外は、昇降警報弾のみだったので大きな損害はなかった。装甲が貫通されたのは、唯一船体中央部喫水船近くに命中した20センチメートル鉄鋼弾1箇所のみであり、それによって若干の浸水が生じた。3つの射撃艦制レーダーや、 複砲の光学射撃装置も破壊されたが、機関操打系には損傷なく、高校には死傷は出ず、人的被害は38名死亡、60名負傷に止まる。霧島の霊式通常弾の命中による火災は、環状構造物の他に一番手法の先の船体にも発生。一から二番手法は無傷であったが、レーダーや包囲板が破壊されたために個別射撃だけが可能で、 射撃に制約があり、事実上戦闘能力を喪失してしまった。サウスダコタは、ワシントンを見失い、これ以上の損害を生じさせることはできず交代を開始。一方、サウスダコタの苦境は、ワシントンにとってのチャンスになった。霧島が単勝灯をつけたため、米戦艦は、目標が日本戦艦であることを確信し、 同志打ちの心配をなくしたワシントンは40センチメートル、主砲5インチ複砲で、霧島に攻撃を開始、同艦を航行不能にした。その後ワシントンは、日本軍駆逐艦隊の来撃を回避し、駆逐艦手砲弾一発の飛弾のみで戦場を離脱後、サウスダコタと設定水域で合流、ヌーメアに帰還。ウォーク、プレストンは撃沈され、ベンハムは魚雷により、 艦首部分を大きく損傷しグウィンの護衛を受けながら、ヌーメアに向かったが、途中放棄され、グウィンの砲撃で沈められた。日本側の損害は、タカオ・アタゴへの命中弾が記録され、霧島は自沈し、アヤナミが撃沈された。サウスダコタは、ヌーメアで、工作艦、プロメテウス、アセスプロメテウス、AR-3 による補修を受けた後、11月25日に、 トンガタプ島に向かい、さらにその後、本国に帰還。ヌーメアでは、ワシントンは、サウスダコタを見捨てて逃げたという噂が広まり、両艦乗組員は、観落街で留置場が満杯になるほど大規模な喧嘩を繰り広げた。サウスダコタがニューヨークに到着したのは、1942年12月18日のことであった。ギャッチ艦長は、サンデイブニングポストの取材に、戦艦 X、 サウスダコタが霧島を撃沈し、ワシントンとリー提督は逃げたと宣伝したので、サウスダコタの折組員に戦争後も消えない炎魂を刻んだ。こうした、些細な事件を背景に、サウスダコタは、オーバーホールと完全修理を終え、1943年2月25日に、出港、海上公味の極ボレンジャー、アセスレインジャー、CV-4 と共に4月中旬大西洋で、 作戦活動を行い、サウスラコタは続いてスカパフローを拠点として、イギリス軍の本国艦隊と作戦活動を行った。8月1日にバージニア州ノーフォークに帰間21日に出港し、エハテ島を経由して9月14日にハバナ港に到着。11月7日にフィジーに移動し、4日後に第8及び第9戦艦部隊と共に出港。 第50.1任務軍、空母迎撃部隊の支援を行った。ギルバート諸島に対する攻撃、ガルバニック作戦で、空母部隊は11月19日に、ジャルート艦渉、ミリ艦渉への攻撃を行い、日本の飛行場を無力化した。部隊は続いてマキン及びタラワイの上陸部隊に、対する航空支援を行った。サウスダコタは5隻の戦艦と共に12月8日に、 任務軍を構成し、ナウルへの艦砲射撃を行い、艦砲射撃と航空攻撃によって海岸沿いの敵施設及び、飛行場は大きく破壊された。サウスダコタは12月12日にエファテ島に交代し、維持及び弾薬補給を行った。1944年1月29日に、再び戦闘に参加し、空母部隊はマーシャル諸島のロイイイコールナムル島に攻撃。 翌日サウスダコタは移動し、ロイコールナムル島の日本の拠点に砲撃を行い、その後クエゼリン艦渉、マジュロ艦渉、ロイコールナムル島への上陸部隊に航空支援を行う空母部隊と合流した。2月12日にマーシャル諸島を出港したサウスダコタは2月17日と18日にトラック諸島の日本拠点に対する攻撃を開始。6日後、 マリアナ諸島に最初の攻撃を行う空母部隊の護衛を担当し、部隊は数度の航空攻撃を受け、サウスダコタは4機の日本機を撃墜した。2月26日にマジュロ艦渉に帰還、3月22日まで停泊しその後台後、艦隊の高速空母部隊と共に出撃した。部隊は3月30日から4月1日にかけて西カロリン諸島のパラをギャップ。 ウォレアイ及び、ウルシー艦渉に対して、空襲を行った。サウスダコタは4月6日に、マジュロ艦渉へ帰還し、翌週に、空母部隊と共に出港した。4月21日に、ホーランディアを攻撃し、翌日には、上陸部隊支援のためアイタッペワン、タナメラワン、フンボルトワンを攻撃した。4月29日及び30日には、空母部隊を護衛し、その後、 トラック諸島に戻り砲撃を行う。翌日サウスダコタは、ポナペ島への砲撃部隊に加わりこれを攻撃した。マジュロ艦渉へ帰還し5月4日から6月5日まで維持作業を行った後、第58任務部隊に加わりサイパン島及びティニアン島前の上陸作戦を援護した。空母部隊は六月十一日に敵施設への攻撃を始め、サウスダコタび隻の戦艦は、 艦砲射撃のため6月13日に空母部隊から分離した。サウスダコタはサイパン島のタナパグワンに対して攻撃を行い、手砲及び副砲で6時間以上の砲撃を行った。6月15日の夜、8機から12機の日本の戦闘機及び爆撃機が偵察機部隊との戦闘をくぐ抜け、任務軍に対して攻撃を行い、 サウスダコタは4機に砲撃し1機を撃墜、残る11機は他の艦による砲撃により撃墜された。6月19日、サウスダコタは空母部隊と作戦活動を行う。日本艦隊の主力が西方が接近し、アメリカ軍の主力は敵を迎え撃ちサイパンの地上部隊を支援できるように配置された。10時12分、西から日本部隊の接近が報告された。 10時49分に水星がサウスダコタの主パンに2 5 1キログラム爆弾を10日爆発により24名が死亡27名が負傷し、艦は配線が切断され大きく損傷したものの深刻なダメージは生じなかった。サウスダコタは戦闘を継続した。このマリアナ沖海戦の初日で日本は300機以上の航空機を失い、その様子は後に マリアナの射的遊びティーマリアナズターキーシュートと語られた。航空戦は6月20日も継続し、戦闘の終了後日本艦隊はもはやマリアナ諸島においてアメリカ軍への脅威とはなり得なかった。任務軍は6月27日にウルシー干に帰還し、サウスダコタは新珠湾を経由して西海岸へ向かい、7月10日にピュージェットサウンドに到着した。 サウスダコタはピュージェットサウンド海軍交渉で検査され、行使後8月26日に真珠湾に向けて出港した。ウルシー艦渉を経由して真珠湾に到着すると第38任務部隊を構成する第38.3任務軍に加わった。任務部隊は10月6日に出撃し、4日後に沖縄に対して空襲を行った。 10月12日及び13日には台湾の日本の艦艇及び施設に対して空襲を行った。サウスダコタを含む3つの部隊はフィリピン東部に交代し作戦活動を12月24日まで実施した。この間、民ドロ登場陸を支援するため空母部隊はマニラ・ルソン島を攻撃した。 1944年12月30日から1945年1月26日までの間に空母部隊は1月3日、4日、9日、15日、21日に台湾を1月6日、7日にルソン島を12日にはサンジャック岬及びカムラン湾を16日には香港、海南島、22日には沖縄を攻撃した。 サウスダコタが所属する高速空母部隊は2月17日に東京に対して攻撃を行い、2月19日及び20日には伊動島への上陸部隊の支援を行った。2月25日に再び東京への攻撃を行い、3月1日に沖縄での攻撃を行った。うるしい干渉で弾薬補給を行った後、任務軍は日本本土へ向かい、 3月18日および19日には、神戸、呉、九州地区への攻撃を行った。3月23日、24日には、沖縄に対して攻撃を行い、サウス・ダコタは、官報射撃グループに加わり、沖縄南東へ砲撃を行った。その後任務軍に再合流し、沖縄への砲撃、九州南部の飛行場への攻撃を3月29日、31日から4月3日まで、 言った。4月7日に、空母部隊、第58任務部隊は、九州南西部で、日本艦隊への攻撃を行い、戦艦ヤマトをはじめとして、軽巡洋艦、矢作及び4隻の駆逐艦を撃沈した。サウスダコタは4月19日に再び、沖縄南東に対する艦砲射撃に参加し、日本と対峙するトエンティフォー軍の支援を行った。5月6日、 ランゲル、アセスラングル、AE-12 からの補給中に16インチ、手法創薬庫の爆発事故を生じ、火災とともに、創薬庫4室が爆発した。2番療養法は判断し火災は沈下した。3名が即死し、8名が負傷のため死亡、24名が負傷した。サウスダコタは5月11日から29日まで、グアムに交代し、 その後、レーテ島に6月1日到着した。サウスダコタは、レーテ島を1945年7月1日に出港し、7月10日に東京空襲を行う第38.1任務軍の護衛を行った。7月14日、岩手県釜石市の釜石製鉄所に対する砲撃、釜石艦砲射撃を実施した。これは、アメリカ戦艦による日本本土に対する 初の砲撃であった。7月29日及び30日の夜には、静岡県浜松市への砲撃を行い、8月9日には、再び、釜石を砲撃している。8月10日には、本州北部への空襲を行う、空母部隊の護衛を、8月13日と15日には、東京空襲部隊の護衛を行っている。15日の攻撃は、 第二次世界大戦における最後の攻撃で、同日日本は降伏した。サウスダコタは8月27日に、相模湾に停泊し、8月29日に、東京湾に入った。9月20日に、東京湾を出港し、沖縄、真珠湾経由でアメリカ西海外へ帰還した。10月29日に、サンフランシスコからサンペドロ湾へ移動した。 1946年1月8日に西海岸を出港、オーバーホールのためフィラデルフィアへ向かった。6月に大西洋予備役艦隊入りし、1947年1月31日に予備役となった。1962年6月1日に除籍されるまで、そのままの状態で保管される。1962年10月25日にサウスダコタは、 ドリア・ブラザースカンパニー有限会社にスクラップとして売却された。サウスダコタは第二次世界大戦の選考により13個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。